つくバス北部シャトルの車両前面に自転車ラックが設置されているつくバス。小田シャトルの車両2019年4月から導入開始した新デザイン車両つくバスは茨城県つくば市のコミュニティバスである。旅客案内上、つくバスに名称統一されている。市が運行計画し、関東鉄道が運行業務を行う。つくバスの名称は公募による。 面積284.07平方キロメートル、南北に約30キロメートルもある地域の広さのため、運行地域が広範囲にわたり、1系統あたりの運行距離が長いのが特徴である。つくば市の公式発表によれば、市内二次交通の利便性向上のため、運行時間の拡大、ノンステップバスの導入等を行い、また自動車からバスへの転換を促すことによる、 交通渋滞の緩和や環境への負荷軽減を目的としている。2013年10月1日改定現在では、つくばエクスプレスのつくば駅、研究学園駅、緑の駅を起点に、つくば地区、大保地区、やたべ地区、く崎地区方面へ7系統を運行している。巡回するのではなく、直線的に運行し、距離に比して停留場の数が少なく、運行本数も、 多いことから、いわば、幹線バスであり、そうした路線しか持たない、コミュニティバスは日本でも数少ない。運賃は大人200円から400円の、特殊区間制で、おおむね並行する、一般路線バスより安い。市の一部資料では、市へと記されているものがあるが、地方公営企業では、ない。ただし、将来的には、独立採算を視野に入れており、2011年には、 学園南巡環が、市の関与を離れ民営の一般路線バスとなった。2011年実績で運行経費の補填の必要がない北部シャトルについても将来的な一般路線化が検討されたが、一般路線化すると最大1.8倍もの大幅値上げとそれに伴う採算性の悪化が予測されることから市民の目線で考えると利点が見出せないとして見送られている。 近隣市町村のコミュニティバスと異なって、年末年始も例外なく毎日運行であり、筑波特別支援学校経由便を除き平日、休日ともに同時刻で運行する。2018年頃までは、学園都市中心部に正月休業という概念がなかったことや筑波山の観光需要が背景にある。二千六年四月一日から、福祉循環バス、ノリノリバスコミュニティバス、 つくつくバスを廃止した上で運行を開始した。2011年3月までは、乗り乗りバスを基本として、部分的に経路を修正した13の系統を、中心とした全15系統により、市内のほぼ全集落をカバーする、地域巡回型バス、地域巡回、学園南巡回を8月までは、センター巡回と、幹線バス的な、北部シャトルの組み合わせで、 日本のコミュニティバスの中でも有数の運行系統数、停留所数、運行本数を持っていた。一部の系統は一般路線バスの事実上の廃止代替となっていた。運賃は均一性と区間性であった。現行体制になったのは2011年4月1日の大改編である。乗り合いタクシー、つくタクの開始と合わせてこの改編で6系統に絞った上、 停留所数を削減した。これは原則として、一定の人口密度を持つ地区一つにつき一箇所しか、停留所を設置しないもので、停留所と停留所の間隔が、おおむね数キロメートル程度開くものであった。これを市では、シャトルという言葉を用いて、あたかも速達性のある、交通機関であることを匂わせたが、実際は、ほぼ全路線で、生活道路を通るため急、 北部シャトル並みに高い標定速度にはならず、またバスが通っていても停留所がない集落が多数、生じ、乗車機会の低下を招くこととなった。これにより停留所増設の市民要望が相次ぎ、約半年おきに停留所が増えるという得意な状態となり、現行路線上においては、旧運行体制時の停留所がだいぶ復活している。ただし、市当局は、 シャトル体制自体の方針転換はしておらず、シャトル体制を維持しつつ、設置要望の中から人口密度を基準とした主捨選択を行った上で停留所を若干数増やすという方法をとっている。地域全体における乗車機会の低下の一方でかつてはほぼ無視していた、研究機関への通勤、出張需要を取り込み、統計上の利用者数は増加傾向にある。路線、 時間帯によっては、コミュニティバスでは、珍しいラッシュが生じる。竜巻被害により、バスが通れなくなった、北条停留所付近15系統体制シャトル体制2019年4月1日、現在、途中のバス停は主なもののみを記載。括弧でくくられた、停留所は、一部便のみ経由する。系統番号は方向ごとに設定されている。すべて英字で初めに、 系統固有番号、末尾は AB となっており、A は上り、B は下りを表す。例えば北部シャトルの筑波山口行は HB となる。センター循環の車両学園南循環の車両系統により運行する営業所が異なる。2011年の路線改編前は地域循環の一部を土浦営業所も担当していた。全国交通系。 IC カードが利用可能。ストアドフェア残額による乗車のほか、車内運賃箱での現金チャージにも対応する。一方、バス利用特典サービスや IC 定期券は導入していない。独自のチャージ機は設けず、つくばエクスプレス各駅、つくばセンターバスターミナルや、コンビニエンスストアなど、既存施設、店舗でのチャージ対応に依存している。 工業団地など沿線にはチャージできる施設が全くない地区も存在する。運賃は特殊区間制で、区数により200円、300円、400円のいずれかとなる。最初の運賃はどこでも1区200円となるよう設定されている。各種割引小学生以下の小児や市内在住の65歳以上及び身体障害者手帳などを提示した場合は半額。 乗り継ぎ割引平日9時から17時に限り、以下に示す乗り継ぎを行う場合は2つ目の交通手段の運賃が上限200円になる。利用するには1つ目の交通手段において、降車時に乗り継ぎ券をもらう必要がある。乗り継ぎ割引北部シャトルと下記のバスの間には相互乗り継ぎ割引制度がある。つくば山口接続。割引額はいずれも100円。 一つ目のバスで乗り継ぎ割引券の発行を受ける。下記の3分野7券種を市内の関東鉄道バス営業所等で発売する。定期券以外は、車内でも発売。IC カード搭載不可。普通乗車券は発売しない。規格乗車券付く、バス北部シャトルにも乗車できる特別規格乗車券がある。停留所名は、 基本的に運行事業者の関東鉄道に合わせており、地名や付近の施設名を採用している。つくば駅は関東鉄道に合わせてつくばセンターに戻され、乗り乗りバス特有の野号をつけた停留所名も継承されなかった。一方、つくばスカゴの新設停留所では関東鉄道と同位置にありながら別の停留所名をつけた例がある。 すべての停留所に A 字と2桁の数字を組み合わせた番号が振られている。A 字は路線の系統固有番号で、数字は駅から末端部にかけて01から順になっている。複数の系統が通る停留所では各系統ごとに番号が振られている。車椅子で乗降可能な停留所は、つくば市バスマップ及び、つくば市のサイトに記載されている。停留所標識柱は、 一般路線に似た独自のものを使用している。少なくとも2011年改変以降、日本の境愛道路区間にありがちな標識柱の片側集約設置は確認されていない。標識板上部には、つくスロゴマークのほか、つく市ではなく、関東鉄道と小さく記載されている。つく市では、つくばを中心とした市内バス路線の路線図を作成し、実地会。 区会を通じて、括弧配布した。ポスターサイズの冊子ではつくばス各系統ごとの、路線地図、全停留場の時刻表と、車椅子乗降可能停留場を記している。なお、市の庁舎及び公民館等、つくば駅のつくば市総合案内所で配布している。つくば市が公表した、利用状況は次の通り。座席定員は11から14人、27人である。 2011年度以降はおよそ半年から1年おきに停留所を増設している。は、データ未収集。北部シャトルの車両すべての車両に SDGs の取り組みを PR するオリジナルラッピングが施されている。北部シャトルの全車両に自転車ラックが装備されている。なお、2017年にポンチョ、エルガミオが台車として使われる場合がある。 2011年3月31日までは全車両ノンステップバスユニバーサルデザイン仕様であった。地域循環は青紫色、学園南循環はオレンジ色、北部シャトルは緑色を主体としたカラーであった。センター循環はオレンジ色を主体とした塗装のクセニッツ車であったが、台車として関東鉄道のノンステップバスが使われることも多かった。ありがとうございます。